高村三は中国五冠末期の武将。字は白慶、または白慶。優秀両政軍連試験の出身。重帝は高村藩、高村越。子は高村続くら。三国史義士及び五冠書に付けがある。五冠末期の動乱で有力な将軍として頭角を表し、後に軍友として拡挙した。 河北の支配権をめぐって炎章と争うが、竜グを殺害するなどしたため人身を失い、最後は炎章に敗れて自害した。先祖代々に宣告であった有力豪族の子として生まれたが、聖母の身分が低かったので、あまり厚遇されなかった。若い頃に、両政軍の文下諸付に任命された。聡明で、声が大きく、容姿が優れていたという。 演説爽やかで頭の回転も早く、物事の説明も巧みであったという。大衆の法師から惚れ込まれ、法師の娘婿となる。そして、法師の援助で、軍の路職のもとで、京書、兵学を学んだ。この時の学友に劉備と、こうがいる。同時に、劉博士のもとでも学問を習った。大衆の劉士が法律に触れて定理に連行された時、 ン孫んは法に触れる危険を犯して、これに随行し、雑益を代わって努めた。龍氏が日南軍に流罪となりそうになると、ン孫んはこれに随行するため来た、阿武山の上で先祖を祭り、米と肉を捧げて、涙を流し祈った。人々はこの姿を見て、涙を流した。結局、龍氏は、赦免を受けて帰還することができた。ン孫んは恒例に、 推挙されて、老となり、両党属国調子となった。数十機の小勢を率いて場外に出て、辺境の取りを巡察した時数百機を率いた、千辟族の一団を見かけた。これを自ら突撃して、半数の手勢を失うも撃退した。千辟は、この後、国境を犯すことは稀になったという。高村さんは、県の霊となった。高和年間に、 領州で反乱が起きた。中平2年に領州地方で関水、返還の反乱があった際、長恩が社木将軍に任命されて、孫権当権らを参謀に迎え、遠望周誠と共に軍勢を率いて東卓と合流し、地圧に向かった。しかし長恩は、元の中山大主であった長淳が討伐に従軍したいと希望していることを知りながら、 これを聞き入れず、高孫さんを抜擢した。翌三年、長恩の討伐軍への援軍として、朝廷は、優秀の特旗三千人の出動を命じた。この時、高孫さんは、都督行事のワップを与えられ、特旗兵の指揮を任された。高孫さんが、あざみまで来たところで、この待遇に不満を持った、長順は、渡る天安帝王と少子同郷の元大山大主の、 長居と右岸の大人を火力巨羅と共に反乱を起こし、右北平軍と両西軍を荒らし回った。この反乱軍には、中央政権に不満を抱く、漢民族も加わり、総勢は10万近くに及んだとされる。高孫三は敗下を率いて、長巡らを攻撃し撃破したため、気いとなった。さらに反乱を繰り返す長巡に、高孫三は攻撃を仕掛け、 両党付近でこれを攻め破り、誘拐、捕虜とされていた人民らを素早く救出し、さらに頂上を越えて、反乱軍を追撃した。だが、深入りしすぎたために今度は逆に反乱軍の包囲を受け、数百日の激闘の末、食料が尽きて、両軍ともに撤退することになった。長恩や高村さんらは、長順軍を鎮圧するに至らなかった。 局面の打開を図ろうと考えた朝廷は、中平五年に、宗う氏の竜宮を優秀牧に任命して、平定に当たらせた。竜宮は、岡緑巨に対し、怪獣策を用いて、超順との離間を図った。元来、竜宮が、徳厚く、辛抱を集める人柄であり、右岸の間でも人望が厚かったため、岡緑巨は同年早々に、竜宮の下へ基準した。この、 竜宮の怪獣による反乱平定の際に、コーソ孫さんは自身の功績を竜宮に奪われることを恐れ、竜宮とウガン族の交渉を妨害した。この反乱の経緯から、コーソ孫さんと竜宮の対立が始まり、それが後に大きな動乱を招く一員となった。その後、ウガン族のドンイタリオがキワ部族を率いてコーソ孫さんに降伏したため、自軍へ編入した。 その項で中老省と抵抗となった。郝孫さんは、両党属国に駐屯し、移民族と5から6年の間、戦闘を繰り広げた。ウガン族のお力巨が、この間、青州、徐州、優州、奇州を荒らし回ったが、郝孫さんは、対応ができなかった。朝廷は、優秀志士の経験のあった龍具を優秀僕に任命して、これに当たらせた。龍具は、 お火力巨を説得し、長順の首を差し出させて基準させようとし、お火力巨もこれを受け入れようとした。郝孫さんはこれを阻止するため、お火力巨の郝さの使者を捕らえて殺害したが、次の使者は感動を通って、龍宮に高孫の意向を伝えたので、龍宮は処置に駐屯していた軍を引き上げるとともに、郝孫さんのみを止めて、不評と、騎兵一万を引きさせて、 右北平に駐屯させた。長順は妻子を捨てて、戦費を頼って逃走したが、翌6年3月に、触覚の王政によって殺害された。竜軍はこの功績で大尉に昇進した。後に、東卓の推挙によって、高村さんは、イサム武将軍、アザミ港に封ぜられた。異民族に対し恩徳を持った、怪獣策を取る竜軍に対し、高村さんは、 移民族は制御しがたいものであるゆえに、彼らが服従しないことをもって討伐すべき。もし、今彼らに、音徳を与えたら、ますます、官室を軽視するに違いない。竜宮の政策は一時の巧妙は立てても、長期的戦略ではないと考えていたため、竜宮が、戦費族に対して与えた恩賞を常に略奪していた。竜宮は、高村さんに会見を申し込むも、いつも、 手病を使って無視されていた。関東において、炎章、関福らが義兵を挙げると、東卓は、長安に戦とすると同時に、竜宮を中央に呼び寄せようとした。また、炎章らも、竜宮を擁立し皇帝に祭り上げようとし、それが拒絶されると、勝者の事務を担当させ官釈の任命を行わせようとした。検定は、落葉に帰還するため、 竜話のこの竜話を長安から脱出させて竜話の軍事協力を仰ごうとした。竜話は武漢を抜け出したが、な洋で演術に抑留された。演術が竜話の軍勢を手に入れるために竜話に手紙を書かせて援軍を要請させたところ竜話は数千の騎兵を派遣することに決めた。高孫さんは演術の狙いが分かったためこれに反対したが、 劉具の決心が変わらなかったため、自身も演術の関心を得るため、重帝の高村古氏に数千の騎兵を引きさせ、劉具の軍に同行させた。高村さんはさらに演術に密集を送って、同盟を結び、劉具の軍の強奪に加担しようとした。このことがあって、劉具とは不和となったという。この頃、高村さんは半島宅の義兵に加わると称して、 アビラに駐屯していた寒服を攻撃し、これを破った。身体に急した寒服は炎症を頼ったという。高村さんは、奇襲の住民が炎症になびくことに不安を持っていたが、長雲が義勇兵を引き連れて、自分のもとを訪れると喜んで艦隊したという。初平成2年、黄金族の残党30万が没海軍の軍、境付近から侵入した。 高さ三は二万の兵を率いて、これを迎撃。東高の南において放囲してくる敵軍を、ことごとく撃破すると、高金属は、視聴者を捨てて敗走、清川を渡り、逃げようとする、高金属に、猛烈な追撃をかけ、数万の兵と将を打ち取るとともに、大量の捕虜と、軍需物資を手に入れた。演術とその武将の尊権は、予州をめぐり、演将と対立していた。 ある時、炎章の武将の,シュのボ登が、洋上の孫権の陣地を奪取した報復として、炎術のもとに出向いていた高孫子氏は、炎術の指示で、孫権と共にシュのボ登を攻撃するが勝てず、高孫子氏は戦死してしまう。高孫さんはこの知らせを聞き激怒しい我側まで、出兵したという。高孫さんの勢いに恐れを抱いた炎章は、その重邸の高孫藩に、 ボツカイ大衆の印字を送り、ボツカイ大衆にした上で講和を図った。しかし、高村藩は、ボツカイ軍の軍兵を手に入れると、青州や女州の高金属の勢力を吸収して、高村んの軍勢に加わった。勢いに乗った、高村んは上層して、炎症の火を鳴らすとともに、高い、津な単教といった自分の息のかかった人物を、青州吉州 遠州の市市に任命し、軍や県の長官も勝手に任命した。境橋まで進軍した高村三を、遠省は広川二陣を敷いて迎え撃った。高村三軍の夫人は、中央に不評三万余が法陣を敷き、その左右を騎兵一万余が固めるというものであった。遠省軍の夫人は、先人の菊吉が盾を構えた。 兵士800人と船長の共土隊を引き、その後に、炎将自身が率いる、数万の不評が続いた。郷族の戦術を熟知した、菊吉の奮闘により、高村三軍は、武将の元綱が、捕虜になるなど大敗して、牧海に敗走した。その後、最巨行らが率いる、数万の炎将軍によって、古安城が包囲されるものの、これを守りきり、撤退する炎将軍を、 高さ三、高いら三万の軍勢が追撃し、巨馬水において、大いに打ち破った。高さ三は勝ちに乗じてまたも難進し、各軍権を猛烈な勢いで攻め落とし進んでくると、遠生は、数万の軍勢を派遣して二年余りの長期戦と、かすが、最後は、高さ三の敗北という形で決着し、高さ三は、高村藩と共に、あざみへ逃げ帰った。高三は、 同時期に演術の求めに応じて、劉備を高等に、環境を平原に、刀剣を初間に駐屯させたが、すべて炎唱の命令を受けた曹操に打ち破られたという。高孫三は劉備を別部芝に任命して、劉備に長運を随行させて、青州方面の高いの援軍に赴かせている。後に劉備は、助州の刀剣のもとに援軍に赴いたまま、吉吉氏に、 推挙されて戻らなかったが、その部下の多様が帰郷して、後に、高孫三に仕えている。長雲も兄のもに服するために、高孫三のもとを離れている。あざみには、州長があり、龍宮の城の盗難に、高孫三は小さい城を造営し、そこを拠点とした。龍宮と高孫三との敵は、次第に高まっていったという。やがて龍宮は、 高孫三が乱を起こすことを警戒し、異民族らと連携し、数万余の大軍を集め高孫三を攻撃した。しかし、竜宮の幕僚である高孫旗が進攻作戦の詳細を高孫三に流すと、高孫三は精域兵数百を得りすぐり、戦闘による被害の拡大の防止に気を取られていた竜宮に対して奇襲をかけて散々に打ち破り、竜宮が許容に逃れた後も、 必要に追撃をかけ、ついに、龍宮を捕らえ、ざみに連れて帰った。この頃、唐卓が死去し、長安の朝廷は龍宮に六州を任せようと死者の、団訓を派遣した。高孫三もこの時、前将軍、駅構に封じられたが、高孫三はさらに団訓を脅迫して龍宮が皇帝を、戦勝しようとしたと布告し、龍宮を一族諸とも処刑し、上書して、 ダン君を代わりの優秀志士とした。コーソンさんはおごり高ぶり、他人の過ちを記憶し、前行を忘れたので、多くの者が害された。竜宮の使者として、長安に赴いていた電柱は、竜宮のために泣き霊を行ったためコーソンさんに捕らえられたが、後に釈放されている。竜宮の進化の多くが殺害されたが、竜宮の急進の領備の戦うタスクラは、円獣を 右岸んに押して右岸、戦費と手を組み、数万の兵力を集め、高孫さんが任命した、両妖大衆のスータンを切るなど、高孫さんへの反撃を開始した。炎章は、竜具のこの竜話を擁立し、菊吉に命令して、セムタスクラを支援し、高孫さんを攻撃した。高孫さんは、宝高氏の戦いで敗れると、駅形状に撤退して牢状することを余儀なくされた。 駅形状は十年分の兵牢を蓄え、幾層もの城壁を備える剣城であった。高村さんは、兵法には百の城牢は攻撃しないとあるが、現在自分の城牢は戦術にもなっている。この穀物を食い尽くしている間に、天下の事態の行方を知ることができようと言ったという。一年余りの退治の末、食料が尽きて撤退しようとする、菊吉と龍和の軍に、 コーさんは追撃しこれを大破した。その後も、炎章の軍を伏せき続けた。炎章は、コーさんに降伏を勧告したが、コーさんは、返事を書かずに軍備を増強し、側近の関康氏に対し自分の力を誇示したという。コーさんやその諸将は、それぞれが高い老格を築き、そこに居住したが、コーさんは側近を遠ざけ、下女や側室に囲まれて暮らし、 公文書も下から釣り上げさせたという。ある時、高孫んの別称で敵軍に包囲された者がいたが、高孫んは救援軍を送らなかった。曰く、一人を救援すれば、後の大将たちが救援を当てにして、全力で戦わないようになってしまう。今、救援しないことで、後の大将たちは肝に明じ自ら励むようになる、はずだとのこと。 そのため、炎章が北に進軍を開始した時、国境線上にあった別栄では全力で守っても自力では守りきれない上に救援軍も決して使って来ないことを知っていたから、自軍の指揮官を殺害して自戒するか、炎章軍にあっさり撃破されるかで炎章軍はまっすぐに駅系の門に到達し得たのである。その後、炎章が大軍を率いて攻めてくると、高孫さんは最初は、 自身が特殊兵を率いて出撃し、包囲網を突破して、城外の長円、高村続くと合流して、炎章軍を背後を突く計画を練るが、関康氏に止められた。高村さんは、結局城内から高村続くに密使を送り、内外から攻応する作戦を立てたが、密使が炎章の石膏に捕らえられて計画が漏れ、出撃するも伏兵により惨敗を喫した。炎章は、 地下道を掘って、駅刑を攻め、高村三らが居住する老格を突き崩した。最後に、高村三は居城に火を放ち妻や子らを刺し殺し、自らも自害して果てた。懸案4年3月のことだった。演唱は、高村三や、それに準じた関安氏らの首を巨都に送ったという。小説、三国支援義』では、半島卓連合の諸行の一人として登場し、 旧地の劉備をいろいろと援助する恩人として描かれている。旅費と一気打ちに及んで、破れたり、演唱配下の武将の文集や聞くに、自慢の白馬義重を破られ逃げ回るなど窮地に陥ることが多いが、その度に劉備、関羽、張飛の三兄弟や蝶運に救われる。早々と劉備が英雄を論じた演説の最中、河北の偵察に赴いた、万蝶が、 コーソンさんの敗止を知らせてきたため、劉備はコーソ孫さんの仇を打つという名目で、袁紹の弟の演術を助手で待ち受けることを願いで、曹操の許可を得て、再び軍友として自立することになる。最後に妻と他の子供もコーソ孫さんに殺された。ありがとうございます。